今ここに日本の産業を支える一つの代表的なグループがあります。ジェット航空機の生産を担う川崎航空機工業株式会社岐阜製作所。同じく神戸製作所。空の輸送に呼応する陸上の車両工場、川崎車両株式会社。重工業の基礎となる製鉄工場、川崎製鉄株式会社千葉製鉄所。同じく神戸吹合工場。Kラインの名をもって世界の海を一つにつなぐ川崎汽船株式会社。川崎重工業株式会社。貿易船の大半が出入りする日本の海の玄関、神戸港に臨み、80年を超える伝統を誇って立つその大造船工場。2つの浮きドック、1つの艦ドック、6つの船台を要して立ち、船台からは建造なった漁船が相次いで浸水してゆきます。それは遠く明治11年に発足した造船会の草分け、川崎造船所が発展して今日に至ったもので、その間相次いで枝分かれして独立した汽船、車両、航空機、製鉄の4つの部門とともに、空に陸に海に相携えて常に日本の産業の大きな担い手となってきています。造船工場。近代の重工業は完全に鉄を征服しました。一枚の鋼板を正確に、しかも同時に何枚にも切断していく離動ガス切断機。どんな形にでも自由に切断できる半自動ガス切断機。厚い鋼板を自由に押し曲げる大ローラー。また自由に折り曲げる水圧プレス。そして進歩した溶接作業。これはポジショナーと呼ばれる回転ジグで溶接の歪みをなくし、
完全な溶接ができるように考案されたものです。それにまたクランピングガーダーと呼ばれる溶接リング、これで鋼板を押さえておき、一時手溶接で仮止めします。そして自動溶接で本格的に溶接していくのです。ここに放射能ありとの注意信号を立てて、溶接部分が X 線で検査されます。溶接の進歩は今日の造船技術を一新しました。かつての病気作業の 95% は溶接作業に置き換えられました。船体を大きなブロックに分けて、あらかじめ地上で組み立て、これを船台でつなぎ合わせて、よりよくより早く船を建造することができるようになったのも、優れた溶接技術の進歩によるのです。鋳物工場です。マグネシウムを加えて作るノデュラー鋳鉄、カナディアンニッケル社との技術提携によるもので、弾性に富み、複雑な型に鋳込むことのできる鋳鉄です。船を動かす原動機に必要な鋳物もここで作られます。原動機を作る蒸気工場、最新の工作機械で今ディーゼルエンジンの部品が作られています。ディーゼルエンジンの土台となる台板の表面が削られています。ここではディーゼルエンジンのシリンダージャケットが削られています。削られるシリンダーカバー、これはシリンダージャケットの蓋に当たる部分です。シリンダーライナーの内面の精密仕上げ、これらの部品を集めてディーゼルエンジンが組み立てられていきます。挿入される巨大なピストン。
み立てが終わってその試運転川崎マン KZ 型8気筒7200馬力ドイツマン社との技術提携になるディーゼルエンジンです。しかもこの火球機は川崎重工独自の技術で作られたもので、これによって出力は画期的に増強されており、従来のものより一層小型で燃料消費も少ないエンジンです。ここではタービン用ボイラーのドラムが作られています。1500トン水圧プレスによって合板が半円形に押し曲げられていきます。押し曲げられ溶接されてできたドラムは電気小鈍炉で焼きなまされ、溶接による内部歪みが除かれます。ボイラその配管作業、一方ではタービンの減速射出が削られています。減速射出というのはタービン翼車の回転速度を落としてスクリューシャフトに伝える大きな歯車を収めておく箱枠です。仕上げられていく減速射出、歯車、減速歯車の歯切り、もっとも精密を要求されるこの作業は温度を一定にした部屋で行われます。歯切りされた歯の表面、そのシェービング、歯車の表面を滑らかにし精度を高めるためのこれまでにはなかった新しい工程です。シェービングされた歯の表面、タービン翼車の組み立て、効率のいい羽が慎重に植え付けられます。その回転のバランス試験、これらの部品によってタービンが組み立てられます。タービンやディーゼルエンジンなどの原動機は船の性能を左右する重要な要です。組み立てられたタービンの試運転、外国との技術提携によらない、全く川崎重工独自の技術になる川崎 H 型2万250馬力のタービン、2万馬力を超えるタービンは世界の最高水準を行くものと言われます。こうした優れた設備と技術は陸上用の機械や施設の生産にもその手を伸ばしています。ガス工場に立つガスタンクなど
各地の化学工場のタンク部。それにコークス炉。またガス発生炉。そしてラモントボイラー。このラモントボイラーは循環ポンプで強制的に水を循環させて効率を高めるボイラーですが、これらの装置も船を作る優れた設備と技術が基礎となってこそ初めて優秀なものが作られるのです。今も工場の巨大なベンディングローラーはセメント工場のキルンや水力発電所の水圧鉄管を作っています。自動溶接で溶接されるキルン、今そのキルンがセメント工場に新設されていきます。セメントプラントの建設です。すでに据え付けられたキルンが働いています。焼き出されるセメント、粉砕ミル、これらのミルも川崎重工の製品です。一方、水圧鉄管は各地の発電所建設現場に送られ、相次いで据え付けられていきます。船を作る進歩した溶接技術がここにも働いています。溶接の技術は発電所のゲートの建設にも及んでいます。箱根の山の渓流に臨む美しい早川発電所、川崎重工の技術はこの発電プラント一式をも完成させたのです。ここの発電機はスイスのエリコン社との、水車は同じくスイスのエッシャーウィッシャーとの技術提携によるもので、日本では初めての一線回転という、まさに歴史的第1号機です。水力実験室、優れた発電プラントを生み出す基礎研究が絶えず重ねられています。発電所用水車の研究、水車のキャビテーション試験、水車ランナーのより良い形を決めるためにランナーと水流との間に起こる現象を調べる研究です。
工場ではこうした研究を基礎にして作られた優れた水車が組み立てられています。水車を回す水の量を調節するガイドベーン、水車ランナー、ランナーとスパイラルケーシングが組み立てられます。一方、電気工場でも新たな発電機の組み立てが急がれています。エリコン社との技術提携になる性能高い変圧器の組み立て、新しい発電所の建設、水車ランナーが据えられます。組み立てられて行きます。こうして発電所がまた一つ完成されます。七曲り八尾根、ここは険しさで有名な四国の大ボケ小ボケです。画線も晴れぬこの難所に電気機関車が走ります。ディーゼル電気機関車です。トンネルまたトンネルですが、梅煙に悩まされることもありません。ディーゼルエンジンや発電機も川崎重工で作られたものです。モーターと言わず、コントローラーと言わず、車両用のあらゆる電気機器、それに発電所用、産業用、船舶用の電気機器、それが全てこの電気工場で作られています。
両用の電気機器は車両工場に運ばれて偽装され、国内はもちろん遠く海外にまで送り出されていきます。勝者な電車、熱気の揺らぐ真夏の最中を突っ走る冷房車。この冷房装置も川崎重工独特の製品の一つです。ヘッドライトや車内の明かりも同じ電気工場の点灯用発電機によっているのです。この朝、川崎重工が誇るマンモス仙台第七仙台では、今また相次ぐ浸水の日を迎えます。浸水してゆく3万8000トンのタンカー。すると浸水の跡を追って、ここでしか見られない驚くべき離れ技が展開されます。隣に見える第三仙台では、建造を急いできた船の船尾部がすでに出来上がっています。これを今開いてゆくこの第七仙台に横滑りさせて移し、ここで中央部と船首部を完成させようとするのです。今開いたばかりの第七仙台と、その隣の第三仙台で横滑りを待つ4万5000トン油鉱石輸送船の船尾ブロック。夕方から夜にかけて、4時間にわたる慎重な準備工事が進められます。重量3000トンに及ぶこの巨体を6本の移動台によって第七仙台まで横滑りさせるのです。いよいよ船体を支えていた番組の振り張り、巨体を第七仙台へ引き寄せるウィンチ。6番台 L150 滑走を始めた。巻き方急げ。スリップしかせ。1番台118ミリ。6番台111ミリ。1番台119ミリ。スリップを警戒する細心の注意。移動台に塗られた厚さ6ミリのヘッド。ヘッド面に異常なし。1分間500ミリの速度で静かに滑らかに巨体が滑る。ヘッド面に異常なし。牽引力18トン。
走距離15メーター昼の騒音を立ったこの真夜中に全ての神経がこの作業一つに集中する。いよいよ第7仙台が近くなる。横滑り最後の緊張が迫る。ついに横滑りは終わった。移動距離44メートル、移動開始から約3時間半。続いて縦移動。深夜の仙台城を再び滑り始める重量3000トンの巨体。夜を徹しての大作業は夜明けとともに無事完了しました。定位置についた船尾ブロックに暁の光が差し始めます。引き続いて中央部から船首部にかけての建造が進められます。一方船尾部では機関の積み込みが行われています。ボイラーの積み込み、続いてタービンの積み込み、さらに進みます。Kawasaki ヘルシオ式舵取り機。電気工場で組み立てられた配電盤。煙突までも仙台城で据えられます。いよいよ最後にウィンガスの取り付け。完成して横たわる4万5千トン油鉱石輸送船の巨大な雄姿。
ミック号。霧の深い朝です。川崎重工独自の横滑り方式によって先代の使用期間はわずかに2ヶ月半しかも理想を超えての浸水です。それは世界の造船界に誇る画期的な新方式です。80年を超える造船技術の伝統の輝きがそこにあります。そしてその技術は海に陸に絶えず前進を続けるのです。ここに日本の産業を支える一つの代表的なグループがあります。ジェット航空機の生産を担う川崎航空機工業株式会社岐阜製作所。同じく神戸製作所。空の輸送に呼応する陸上の車両工場川崎車両株式会社。重工業の基礎となる製鉄工場川崎製鉄株式会社千葉製鉄所。同じく神戸吹合工場。Kラインの名をもって世界の海を一つにつなぐ川崎汽船株式会社。川崎重工業株式会社。貿易船の大半が出入りする日本の海の玄関神戸港に臨み80年を超える伝統を誇って立つその大造船工場。2つの浮きドック1つの艦ドック6つの船台を要して立ち船台からは建造なった漁船が相次いで浸水してゆきます。それは遠く明治11年に発足した造船界の草分け川崎造船所が発展して今日に至ったものでその間相次いで枝分かれして独立した汽船車両航空機製鉄の4つの部門とともに空に陸に海に相携えて常に日本の産業の大きな担い手となってきています。